まあ一番苦労した相手は、いや特に苦戦したっていうことはないですけど、まあ、強いて言えば滑舌。滑舌？あ、はい、その足さばきってことですか？いや、口さばきがなかなかうまくいかなかったかなっていうのはありますか。頑張れ、おでんくん。堀重さん。プレッシャーって何？いいじゃないですか、いただきました。最初ですね、最後です。予想以上に。予想以上です。おでんくんっぽい喋り方しなくて大丈夫ですか？大丈夫です。もともと絵というのはどうなんでしょう、得意ですか？いやもう絵心ないっす。俺分からん、マジで。なんて言ったらいいんだろう、僕はあの風景とかなんて言うんですか、ちょっと抽象的なそういう絵の方がうまいっていう、うまいっていうか得意っていうか、まあ、言い訳なんですけど。いや、これひどいスマッシュで。イケメン度では、まあ、正直負けてます、ね、正直に言うと。そのノザがね、俺結構かっこいいなと思ったんですけどね。ノザいつも何も喋んねえのに、なんかすげえ。高峰先生入れないとどうすんだったっていうんですね。今ちょっと時代が違うかもしれないけど、昔は参考って言われたんだよ、みんな惚れるやつ、条件はそうって、で、おっさん切り、あ、それはそれはいいね。全消しだ全消しだみたいな感じで、何全消しってシュートコース全部消したみたいな。それですごい褒めた言葉だと思うんですけど、褒めたの、褒めたというか、あれすごいよねっていう感じで言ってくれてたと思うんですけど、